潮溜まりジンコ属タイグリオプスは、底ミジンコ目に属する蚊や種類の一族。海岸線で一番高い位置の潮溜まりにのみ、生息する赤っぽいケンミジンコである。本属は、形態的にはさほど特徴のないケンミジンコで、ただし色は赤みを帯びた、目立つものである。海には多くのケンミジンコ類が生息するが、本属のものは、岩礁海岸で、岩のくぼみに溜まった、海水域。 いわゆる潮だまりのみを生活の場としている。それも上管体よりさらに上、頂上体から飛沫体のもののみにいる。この区域は満潮になっても常時には海水が入らず、普通は水しぶきでのみ海水が侵入する区域であり、従って高天時には蒸発により高温高塩分濃度に、雨天時には淡水が入って低塩分濃度になってしまうなど、環境条件の変化が著しい。 本群は、このような変化によく耐える。そのために飼育が容易で、モデル生物として利用され、また、稚魚の餌などを目的として増殖が行われる例も、ある。なお、単に、塩だまりみじんこといえば、日本産の種ティージャポニカスの標準和名である。以下、この名を使うときは、この種を指す。塩だまりみじんこ 段階を持ったメス生体塩だまりジンコ、有生体自由生活の県ジンコ類は、外見的には、幅広い全体部と幅の狭いお体部に大きく分かれ、全体部の前半は一つの東京部で廃校に覆われ、後半の五体部とお体部は大切に分かれる。また東京部から長い第一触角が、お体部の末端から左右に、多さが伸びる。その中で底ミジンコ目は、 全体部とお体部の幅に差が少なく、第一触角は短いのが、外見的な特徴となっている。本群もこの範疇に含まれるが、この類としては、全体部の幅が広く、県民人米のもののようにも見える。オスの第一触角は弾きになる。オスの第二触角は九節からなり、第二触角の外子は三節からなる。第一脚の内子、外子は、それぞれ三節あり。 その形は、把握的で、先端にある合毛は張り詰め状。第二脚は、オスでは、打ちし。第二節の両端が、角状に伸びて、突起になる。第五脚では、基部の節が、メスは、大きな養生に広がり、その縁に数本の合毛があるが、オスでは広がらず、合毛は一本のみ。大きさは、本州に見られる種である潮玉リミンコで、メスは、体長点二ミリメートル。 オスは0 9ミリメートルである。いずれも褐色から赤褐色のはっきりした色がある。このため日本では赤コペとの通称が用いられたよし、世界各地でいずれも海岸の潮だまりを生息域とする。それも満潮線以上の区域である、頂上帯からしぶきが飛び込む範囲である、飛沫帯までの潮だまりがこの属の生息域である。 そのような潮だまりで、この類は、かなりの高密度で生息し、時に、潮だまりがこの類の色に染まって見えることがある。こうした環境で同一群集内に、同所的に出現する、接触動物に、日本では、茶色チビゲンゴロトウ、統合や部下が知られる。メディアを再生する潮だまりで泳ぐヨースティー、ブレバコルニス広域分布種としては、 ダだまりみンコが日本を含む東アジアにカリフォルニアリだまりみティ T カリフォルニクスは南北アメリカから南極海の島アフリカにまで分布する。ヨーロッパには T ブレイバコレニスが広く分布する。下記のようにこの類は様々な分野の研究に使われるが、それらは種としてこの3種を用いて行われている。この種の生息域は 蒸気のように長寒帯といっても、高長線のさらに上にある潮だまりである。そこにある水は常に新鮮な海水の供給を受けることが保証されておらず、大半の時間を海から切り離され、孤立した小さな止水として存在する。そのため晴天の昼間には非常に高温となり、また冬には海水よりはるかに低温になる。 塩分濃度の面でも蒸発による高濃度か雨水など淡水の流入による低下が起きる。この動物はそのような変化への強い耐性がある。和歌山県白浜町の調査では、塩だまりみじんこの生息上の環境は、水温では冬には摂氏4度に下がり、夏には摂氏40度まで上昇する。ちなみに北海道での研究では最低水温は低く、 摂氏二度であった。塩分濃度は最低時に0.25パーミル、最高で49.59パーミルであった。塩分濃度は季節に限らず、使の干満や蒸発、降水などで変化したが、30パーミル以上の高濃度になるのは書きに限られていた。蒸発が激しいと日上がる場合があるが、直後の降水で溜まった水にこの動物が動いているのが観察された例もあり、また、 そうでなくても2週間後には発生が見られた。これは卵が卵のに包まれていることである程度の耐久性があるのではとも考えられている。餌として与えた乾燥昆布の破片に集まる様子、底味人骨の県味人骨はその名の通りに訂正生活で推定を這い回るものが多い。これに対し本属のものは底を這うこともあるがよく泳ぎもする。 餌となるのは、デトリタスと定性の藻類である。接触には、対象が例えばエビや、藻類の破片のような小さい固形物である場合には、後期で口の下に保持して、上唇に押し当て、大顎で削り取って食べる。触覚の器部にあるトゲが餌を抑える役割を担う。本属のものは、超状態の塩だまりにのみ生息する。そこで生存し繁殖できることは、 彼らが塩分濃度や温度の変化に強い耐性を持つことで説明できる。だが、他方でそれ以下のレベルにある塩だまりに本属のものがいないことは、これでは説明できない。この理由について、低い帯域の塩だまりには海水が流れ込むので、その水流に耐えられないのでは、との説もある。リチャはこの現象を天敵のためと考え、人為的にこの属の一種、 カリフォルニア塩だまりミジンコのいる塩だまりに天敵を移入する、あるいはより低い帯域の塩だまりにこれを移入するといった実験を試みた。その結果、特に魚がいると本族のものはすぐに食べられてしまうことを確認し、超状態の塩だまりが本族にとって天敵からの避難所になっているものと考えた。日本の塩だまりミジンコでは地域による変異が見られる。 これは他の解散の蚊ヤ種類とは異なり本種の分布が連続していないため地理的な変異が生じたものと考えられる。それを含めこの属の分布と遺伝的文化の問題は重視されている。一般に地理的な隔離は遺伝的な変異を引いては主文化を促すものと考えられる。本属の生態分布は蒸気のように超上態の塩だまりである。このような環境は 海岸では普遍的に見られるものであるが、岩礁海岸に独特のものであるため、砂浜が随所にあることによって不連続となる。その上に超状態であることから海水によってそれらが行き来することが自由にならない。つまり、ここに研究者にごく身近な環境であり、容易に触れることができる生物において、ある程度隔離された個体群がある。 程度連続的に、しかも海岸線という線の上に配置するという、この問題についての研究対象として、興味深い例が存在することになる。これについて、個体群生態学や、集団遺伝学の立場から、多くの研究がある。さらに、このような塩だまりは小さいものであっても、その中で本属の動物が多数生息し、繁殖することができるから、一つの塩だまりにいる。 個体の集合が一つの個体群をなすと見ることができる。すると一つの岩礁にある複数の水たまりは、それぞれにある程度隔離された個体群の集合、つまりメタ個体群と考えることができる。海岸の潮だまりの生物の多くはこのように見ることができるが、長肝体のそれは満潮時に内部が入れ替わる可能性が大きく、隔離の程度は低い。 また陸を歩くなどして、潮だまり間を移動できるものについても、このように考えるのは難しい。その点、本属のものは、潮だまり間の移動が困難と考えられ、極めて公的な研究対象である。個々の潮だまりを島とみなせば、当初生態学的研究の対象ともなる。例えば、バートンフェルドマンでは、カリフォルニア潮だまりジンコの生息する、北アメリカ西岸。 約3 0 0トルにわたる地域の各所のサンプルについて遺伝的変異を調べた。その結果、各所で高い確率で独特な遺伝子が存在していた。また、距離が0 5キロメートル程度であっても、切り離されて存在する岩礁では遺伝子頻度に明瞭な差が見られたが、その個々の岩礁の中では遺伝的均一性が高かった。これはつまり、この種では、 生息地のパッチである、岩礁間での個体の行き来が、ごく少ないことを意味する。塩玉リミジンコでは、寿命は実験室内においては不可後70日ほどだが、野外においては、越冬時には4ヶ月以上はあるものと考えられる。発生段階としてはノープリウスが6期、コペポティド期が6期、これは、イア種類の標準的なものであり、コペポィドの第6期が生態である。 塩玉リミンコでの研究では、これらは以下の通りである。塩玉リミンコのオプリウス妖精塩玉リミンコオスがメスを恥じ繁殖行動は、オスがメスを確保することから始まる。オスは、メスの背後につき、第一触覚先端の弾きによって、メスの頭胸部を覆う廃校の公園両端を恥じする。この時、オスは成熟したものだが、メスの方は、 成熟個体である例はあるものの数は少なく、多くの場合は未成熟である。塩だまリミジンコでは普通は第4、第5コッペポディドであり、時には性の判別がまだできないそれ以前のコッペポディド要性がオスに確保される例もあるという。カリフォルニア塩だまリミジンコでの例では、オスが確保したメスは第2、第5コッペポディド期のものであった。 オスが相手の性別を判別する能力はあやふやで、脱皮してみるとオスであったという場合や、ホーランメスに捕まろうとする例なども知られている。真の公説は、メスが最終脱皮を行い、成熟に至った直後に行われる。未熟メスを保持したオスは、それまでの期間、オスはメスを保持する。カリフォルニア潮マリミジンコではそれは、最大7日にもなる。公説は、 オスがメスの腹部に製法をつけることで行われる。メスは受精脳に精子を保存し、それを使って繰り返し産卵することができる。卵は腹部の下面に一つ生じる卵脳に収まる。世界に十種ほどがある。日本には以下の二種がある。塩玉リミジンコは本州と北海道、佐渡及び八丈島に分布する。東賀塩玉リミジンコは小笠原諸島に分布する。 両者は付属子の形状や毛の数などで区別されている。塩玉リミジンコは日本だけでなく、朝鮮、中国、台湾と太平洋西岸に広く分布している。なお、塩玉リミジンコはカリフォルニア塩玉リミジンコにとてもよく似ている。両者はメスでは付属子の構造などで区別できるが、オスでは形態の面では事実上は判別不能である。 このことから両者が同一種ではないかとの疑問が出されたこともあるが、実験的に両者の考察はできないことが確認されている。つまりこの二つは生殖的に隔離されており、別種と判断されている。東ルミジンコに関しては、形態的さえもはっきりしているとのこと。蒸気のように本類は、その生息域の条件により、まず手に入れやすく、 非常に生活温度や塩分濃度の変動に強い、つまり疲労音声、高炎性であり、そのために室内での培養が容易で、また繁殖サイクルが短くて、よく繁殖する。そのような性質もあって遺伝学や生理学の実験動物としても用いられてきた。このことを指して、ディチアは本属のものを、ポテンシャルアズ、AI もアリネフルーツフライと言っている。 生態毒性の試験にはこの類が広く用いられる。また、それを使用して繁殖させたものを、稚魚の資料にするなどの利用も行われている。西村編著、p 7 4岡田ほか、P495 西村編著、p 7 4千原、村の P955 から956伊藤1988、P28 西村編著、 P 七十四ディチェア、P 百、森、北山、P 六十七田中、P 五十三、パークエトール、西村編著、P 七十四、ドニー ERR ールル、ハット伊藤、P 四百七十九ディチェア、P 百伊藤、P 四百七十五ハットディチェア、P 百伊藤バートン＆ヘルドマン、ジョンソンハット伊藤、P 四百七十八岩月、マダラ、P 二百二十三伊藤ハット伊藤。 P483 から484伊藤、P476 伊藤、P476 バートン、P247 伊藤、P32 バートン、P247 伊藤、P32、千原、村野、P955 から956なお、両者の分布域については、西村編長は、小笠原では、両者共存しているとするのに対し、千原、村野では、 塩だまりみじんこの分布域に小笠原が上がっていない。パークエトール、西村編著、P74 ディチェア、P100 クアアンドリアン、西村編著、P74。ありがとうございます。